エドワルド・フレイ・ルイス・イコール・タグレは、チリ共和国の大統領を。1942年6月24日、サンティアゴでチレに生まれる。父は、弁護士で後に、チリ大統領に選出されるエドワルド・フレ・イ・モンタルバ、である。青年時代の1958年より、キリスト教民主党の党員となる、チリ大学工学部を卒業する。1964年に、 父エドアルド・フレイ・モンタルバの大統領選挙活動に参加する。1969年から1988年までは政治家としてではなく、シグド・コッペルス社の経営に参画する。1982年1月、父の死去後、エドアルド・フレイ・モンタルバ財団を立ち上げる。1988年10月に行われた、ピノチェと政権信任投票に反対票を投じる。 運動である脳を目指す運動本部に参加する。1989年に上院議員に選出される予算委員会の議長となる。1992年コンセルタシオンデモクラシアでの大統領候補を選出する予備選挙に勝利する。1993年12月11日のチリ大統領選挙で57.98%の得票を得て、 第32代地理共和国大統領に選出される。大統領任期中は、地理社会党ら革新勢力との合意に基づき、福祉政策の充実がなされる。インフレを抑制しつつ、経済発展を図る、経済政策も軌道に乗る。任期中、アウグストピーノチェトが、終身上院議員になることを阻止しなかった。1998年10月16日に、アウグストピーノチェトが、 イギリスで逮捕される。帰国を認められ帰国するのが2000年3月2日で大統領任期終了間際のことである。2000年3月11日、任期満了に伴い大統領職を辞任する。チリ社会党のリカルドラゴスが次期大統領になる。大統領辞職後も2006年5月11日より2008年5月11日までチリ上院議長を務める。 ありがとうございます。